さあ、韓国に来てるんですよ。韓国ですよ。韓国ですよ、ここ。韓国。まさか片っ端から喫茶店で、韓国に来るとは思ってなかったですけれども。しかもこう韓国のここがミョンドン の、 あの一番メインストリートですよ、はい、夜になるとここあの屋台みたいなのがずらっと並ぶわけです。ソウル切手の繁華街ミョンドン、ファッション専門店やコスメショップがひしめき、夜には屋台でグルメも楽しめる韓国初心者に人気のエリア。この朝のまだ10時前にこんなに行列があるんですよ、はい、すごいすごい、みんな手振ってくれる。日本の方ですか？日本の方なの？これ何の？あ、関西。関西？だからナジャさん言ってくれてたの。で、これ何の行列なんですか、これ？ナイキのカスタマイズ。あ、ナイキ、あそこのナイキのお店の、はい、キャップとか T シャツにワッペンを貼って自分ごと。持ってる名前とか数字とかをワッペンをつけてくれるんです。韓国の文字とか。あ、そっか、ハングルを入れれるわけか。なるほど、それでみんな悩んでる。日本にはないの。じゃあちょっとうろうろしてきます、うん、ありがとう。なんか分からんけど、みんななんで手振ってくれてんのかがよく分からへん。自分の方が有名人感出しとこう。本当に韓国やと IKKO さん有名やから、あ、そうですね、IKKO さんと思われてんのかもしれへんね。知ってるやん。ナジャです。すごい、私もやっぱり長年やっててよかったね。韓国でもナジャさんって声かけてもらえるってすごい嬉しいわ。ナジャです。ナジャですよ。来てよかった韓国。いや、そんで今日はここですよ。はい、片っ端から攻めて、ここが1軒 目、 1軒目。何書いてるかわからないですけど、新1985年ってことは阪神タイガース優勝。あ、そうな。そうですよ。詳しいな。そうですよ。まさか阪神タイガースの優勝の年知ってると思うよね。やっぱりさすが野球やってただけあるね。あ、なんかでもあの全部ソファー席ですよ。全部ソファー席ですけど、じゃあ早速ちょっとお邪魔。あ、開けてくださって。あ、おじゃせよ、おじゃせよ。どうもよろしくお願いします。あにゃせよ、あにゃせよ、あにゃせよ。でも歴史ある割にお店綺麗じゃない。綺麗。椅子の感じとかはもう日本の純喫茶っていう感じだね、うん、ちょっと漢方っぽい匂いがするね。そうそうそうです。なんかすごい楽しみ、うん、創業からおよそ40年、ビルの2階に店を構えるウルチタバン。韓国では日本でいう純喫茶のような店のことをタバンと呼び、1980年代をピークに社交の場として親しまれてきたそうです。チャエプタプリミダ。감사합니다。저도잘부탁드립니다。こちらこそよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。歴史が長くあるお店じゃないですか。でも内装は綺麗ですよね。어저쪽에서그요길건너쪽에서어그재개발로인해서이쪽이전했는데요그대로다그쪽에서쓰던거그대로다갔어요。어이전してきたって。이전してきたの。なんでわかった이전って。ジェスチャーで。ジェスチャーとあのニュアンスでもわかるんですよ。すごいですね。おすすめのドリンク何かございます？あ、우리는쌍화차、あ、그리고오미자。오미자。あ、오미자、メシ。メシ。등등여러가지。コーヒーは置いてないんですか？あ、コーヒー있죠。コーヒーも。コーヒー。コーヒーも置いてる。アイスメニューを만들때제로고가많이들어갔어요。그맛을내기위해서시일이많이걸렸지。그러니까쉽게말하자면시간이많이걸렸죠。아じゃあそのアイスコーヒー飲んでみたら。なアイスコーヒーで。アイス。じゃあ私はおすすめのお茶三つありましたけど、サンファッチャ주세요。알겠습니다。喫茶店やけどさ、家の台所みたいな。家の台所みたいな感じがすごいするね。
あの炊飯器とかね。炊飯器とかあるから。あとなんか韓国アイドルじゃないあれ。お母さんがファンなんかな。後で聞いてみよう。聞いてみるのもなんか分からへんことがいっぱいあるかな。あのお茶が。お茶がどんな。でもこのお店の匂いがすごい漢方っぽい匂いがしてるから、はい、なんかもしかしたら変わった味のお茶なんかもしれへんね。あ、来た。カレー？これ何？ちょっと飲むのがちょっと怖い気もするけど。でアイスコーヒーも日本のアイスコーヒーと色が違うね。色が違うですね。まずじゃあアイスコーヒーから。はい、全然違う。あ、すごい。どうすごいの？すごい、おいしい。マシソよ。甘さはちょうどいいんですよ、うん。このコーヒー牛乳を飲んだ感じの口当たりなんですけど、うんうん、後でコーヒーがすっごい追っかけてきます。ちょっとコーヒー牛乳これ甘いの？甘いです。あ、そうなんや。粉のインスタントコーヒーにミルクや砂糖を加えて作る甘い味わいのタバンコーヒー。その配合にはお店ごとにこだわりがあるそうで、일지다방만의맛을유지를해야되니까손님들께서뭐달다뭐덜달다저는그런말에는오로지내입대로아なるほど。お客さんの意見に振り回されず。今ではタバンコーヒーを提供するお店は少なくなったようですが、地下鉄構内には未だにタバンコーヒーの自動販売機があり、コーヒー好きな韓国の文化を垣間見ることができます。じゃあそのこっち、これがね、見た目からもうさ、え、これお茶ですかっていう感じがするのと、ものすごいね、シナモンの香りがすごいしてるんですよ。この黄色いのは何なの？キャラ、タルギャル。生卵が入ってるんですよ、お茶に。お茶にね。で、これどうやっての飲めばいいですか？かけつけ。말랐다。이게터졌네。이렇게해서。卵を溶かす感じかな？ほろろ。ああ、チュルッ。これチュルッといくわけね。これお茶？これお茶？見た目はほんまにカレーですよ。カレーってなんかこういう料理っぽいけど ねちょっとドキドキする。あー、うん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 。いやでもね、お茶です。お茶、うん、本当に半熟の卵黄をシュルッと飲んで、そこにこのいわゆるシナモンのお茶の香ばしさが混ざってくるけど、いわゆる卵黄とシナモンって合わなさそうに思えへん。合わないと思います。それがそんなことない。なんかマッチして美味しい。あとなんか分からんけど栄養満点っぽい気がする。栄養満点ですよ。あ、美味しいよ。結構甘い。甘い中にこうナッツが入ってんのかな、木の実が。サンファとは気血の調和を意味する陰陽五行思想から来た名前。エネルギーと血液のバランスが崩れた時に飲むものなんだそう。疲労하고또감기몸살。もうね、疲れ切ってるんです私仕事ばっかりで。最初喫茶店をやろうって思ったきっかけは何だったんですか？그래서우연히일치로하게됐는데그꼭처음에이장사를한다고해서시작한게아니었어요。우연히일치를했어요。아、偶然に。それはどういうこと？건물주분이이제한번해보지않겠느냐제의가들어와서한번해보겠다해서했죠。じゃあ経験はしたことがなかったけどできるだろうっていう自信があったんですか？제가좀체격을느끼적어도좀자신감은좀충만했어요。自信はあったやん。このお店の中の内装が私らすごく気になってたんですけど、このアイドルブロマイド、これは何？お母さんこれ今推してるアイドルなの？BTS。BTS。あ、これ BTS？ 저희가게를왔었어요。へえ。
ここに、ここ、ここ、こことここ。ああこれ全員来たの。타령모가있나봐요。ああそうなの。ここじゃない、ここよ。ここの感じからさ、ここよ。これほら、あこれですね。そう。ちょっとこう BTS、それもちょっとお姉っぽいから。ちょっと BTS 感出してよ、もっとなんか。もうお母さんドヤ顔で出てきた。どうぞ。あーオッケ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 ーピーピーオッケーオッケー BTS 来ましたよ、ここのお店、ここのお店に。